マクドノーはアメリカ海軍の駆逐艦、ファラガット級駆逐艦の一隻。艦名はトーマス・マクドノー大将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。マクドノーは1933年5月15日にボストン海軍交渉で寄港。1934年8月22日にローズ・シェーラー・マクドノーによって命名、浸水。 1935年3月15日に、艦長チャールズ・エソールデン中佐の指揮下収益した。ヨーロッパから南米大陸の西岸に及ぶ広範囲な成長巡航に続いて、マクドノーは太平洋艦隊に加わり1939年10月12日までカリフォルニア州サンディエゴ沖で活動した。その後新たな母港の真珠湾に移動、第一駆逐戦隊に加わる。 1941年12月7日、日本軍による真珠湾攻撃が行われ、マクドノーは日本軍機1機を撃墜した。続く3ヶ月半、マクドノーはオアフ島南西部での偵察任務に従事する。ニューギニアでのブーゲンビル島、サラマウア、ライエの攻撃部隊を支援し、その後真珠湾に戻り西海岸からの戦団護衛に従事する。マクドノーは 西太平洋に戻り、ガダルカナル島進行の準備を行った。航空母艦サラトガの護衛として行動し、1942年8月7日には、ガダルカナル島、つらぎへの上陸支援を行う。8月31日には、イ26が、マクドノーのすぐ横に行ったにもかかわらず来撃を許し、サラトガが大破した。マクドノーは、駆逐艦フェルプスと、 門戦と共に E26 へ向けば暗い攻撃を行ったが、損害を与えることはできなかった。その後も、同海域に泊まり、第一次ソロモン海戦に参加、サボ島への上陸に際しては対空及び海上での護衛任務に従事した。9月末には、ニューギニア島、エスピリットゥサント島、ュワンとの間で護衛任務を行い、12月22日に、 オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に入居した。次にマクドノーはアリューシャン列島のアッツ島に対する攻撃及び占領のため北方へ向けて出港した。アラスカ州エイダックには1943年4月16日到着し、攻撃当日までアッツ島北東部の紹介を行う。5月10日、後天の中攻撃輸送艦の護衛として航行中に、 マクドノーは、シカードと衝突事故を起こし、やむを得ず牽引されて交代した。マクドノーは9月23日まで、メアアイランド海軍造船所で修理が行われ、その後、ギルバート諸島へ向けての準備を行った。11月20日に、マキン島ウ進作戦に参加、上陸用集停の指揮官となり、上陸の完了後はラグーンから、日本軍施設に対する砲撃を行った。 11月23日にマキン島の占領が完了し、マクドノーは真珠湾に帰還した。1944年1月、マクドノーは北部攻撃部隊に加わり、マーシャル諸島攻撃に参加した。マクドノーは初期輸送グループの第一戦闘指揮官として、クエゼリン艦を置き合いで作戦活動に従事した。1月29日に、 ウォッチ艦渉に移動し艦砲射撃部隊に加わる。31日にクエゼリン艦渉に戻り、ロイコールナムル島の占領に参加した。その後は、レーダーピケット艦としての任務に従事し、続いてエニウェトク艦渉に移動した。2月16日、クエゼリン北西沖で、浮上構想中の領40を、哨戒機が発見。1742、 その相当のためにやってきたフェルプスが千六百メートルの距離で先行中の両四十をそのあたんち。フェルプスは爆雷十三発を投下した。間もなくマクドノーと米総海艇政治が合流して爆雷攻撃に参加する。その結果、両四十を撃沈した。二月二十一日及び二十二日にマクドノーはエニウェト区間省のパリー島にある日本軍の拠点に対して 艦砲射撃を行った。その1ヶ月後には、パラオの攻撃に向かう第58任務部隊の空母軍に対する護衛任務に従事する。その後4月21日まで、ホーランリア、ニューギニアに対する砲撃を行い、上陸部隊を支援した。4月末には東方へ向けて移動し、トラック島南方でのレーダーピケット任務に就く。この任務の間にマクドノーは、 モンテレース・ティーブン・ポッターと共に1944年4月30日、両号第45潜水艦を撃沈した。5月4日、マクドノーはマジュロ艦章に到着、マリアナ諸島進行部隊に合流した。6月6日にマーシャル諸島を出港し、高速空母部隊と共にサイパン進行作戦に参加する。マクドノーは護衛及びレーダーピケット任務に従事し、 サイパン島西部の日本軍施設に対する艦砲射撃グループに加わり砲撃を行った。6月19日20日のマリアナ沖海戦では紹介を行う敵機数機に対して砲撃を行った。グアムへの移動を命じられ、マクドノーは水中爆破部隊の支援を担当、等の防衛隊を引き上げさせるための撹乱射撃を行った。 7月21日にマクドノーは攻撃要集艇を敵潜水艦から守るためグアム島沖で紹介を行った。任務は8月10日にハワイに向けて出港するまで続けられた。真珠湾での短期間の停泊後、マクドノーはアドミラルティ諸島に向けて出発した。9月15日にマヌス島に到着し、護衛任務を開始した。10月14日、マクドノーは 平員輸送船とともに、レーテ島に向かい、10月24日、25日のレーテ沖海戦まで道東に止まった。その後11月3日に、レーテ島に向かう別の船団を護衛するためマヌス島に戻り、フィリピン海域に戻ると、レーテ湾を呼び、スリガオ海峡南方を紹介した。翌月は、船団護衛任務を再開し、うるしい艦上期で活動、艦隊給油艦が、フィリピン、 台湾及び南シナ海で行う給油を護衛した。1945年1月にマクドノーはピュージェットサウンド海軍造船所に向かい、3ヶ月間のオーバーホールが行われた。作業が完了して、うるしー艦渉に戻ると、同艦渉沖でのレーダーピケット任務を命じられ、7月5日に船団護衛任務に復帰した。その後は終戦まで、 ウルるシー艦将と沖縄間の連合軍艦艇に対する護衛を行った。終戦時マクドノーはグアムに停泊していたが、本国への帰還を命じられた。9月3日にサンディエゴに到着し、翌週ニューヨーク海軍交渉に入居し1945年10月22日に退役した。マクドノーは1946年12月20日に、 ニューヨーク州ブルックリンのジョージ・エイチ・ナット・マン社に売却された。マクドノーは第二次世界大戦の先行で13個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。